城県で人気のコーヒーといえば、そう、皆さんご存知のサザコーヒー。1969年にひたちなか市で設立。コーヒーの味へのこだわりが地元の人たちから多大な支持を得て、現在は都内にも進出し、店舗数は計11店舗。外で飲むときはそうですね、サザさん飲ませていただいてます。居心地もいいですし、やっぱコーヒーも有名なだけあってすごく美味しいので、はい、ラテアートとか、あと陶器とかもすごいこだわってるし、雰囲気もいいし、味もいいし。そんな評判のサザコーヒーのスタッフの中には、コーヒーの入れ方を競うブリュワーズカップの日本チャンピオンも。今や茨城のローカルブランドから全国に羽ばたく急成長のコーヒーブランド。そのサザコーヒーの陣頭指揮を取っているのが、コーヒーのために、生きていこうって、子供ができた時に誓ったんですね。専務取締役の鈴木太郎さん。創業者は父の義雄さん。二代目となる鈴木さんですが、若い頃は違う道を歩むつもりだったそうです。得てして創業者っていうのは割とわがままで、一緒に仕事したくないなってずっと思ってて、で僕自身は興味があったのは植物で、農家、農業をやりたいなと思ってたんです。父がどういうわけかコロンビアに農園を買って、コーヒー農園ですね、そこでガチッとこう合体して、何ですかね、なんかこう歯車が急に噛み合っちゃって、噛み合うまでは一緒に仕事するとか思ってなくて。鈴木さんが運営に乗り出してからというもの、サザコーヒーは一層の磨きがかかり、親子高でコーヒー業界でも確固たる存在感を示していきました。その根本にあるのはやはりコーヒーへのこだわり。コーヒーに関しては中途半端なものではなくて、自分の中で携われたり、コーヒー高いだけじゃないですよ、日常飲むコーヒーでも美味しいコーヒーっていうのは存在するんで、できる限りそのいいものってでき携われたいものを最後の最後まで悪がきして選び続けたい。いいものを選び続ける、そのこだわりはいつしか自らが産地へ行き買い付けをするほどまでに。今や世界中を飛び回る忙しい毎日。多い時で100日超えたり、最大で、150日っていう年もありました。実際に自分の舌でテイスティングをして、扱うに値する商品か見極めることが重要だという。4日間朝から晩までずっと飲んでて、何杯飲んだか分かんないの時とかも、400杯も500杯も1日で行かなきゃならない時あったりとか。1日に数えきれないほど飲んでも、一つ一つの味の違いは分かるといいます。それだけの情熱がこだわりの味を生んでいます。買い付けた豆の中でも一番特別なものを見せてもらいました。はい、パナマの芸者っていうコーヒーです。おいくらぐらいするんですか？生豆で1キロ10万円ぐらいで、今200グラムで4万8000円で販売しております。甘い味とフレーバーないい香りが世界一おいしいと言われるパナマの芸者。この世界一の豆で入れたコーヒーは1杯3000円と高価ですが、1日に 2、3 杯は注文があるそうです。もっと美味しいコーヒー出し続けたい。本当にこれが美味しいコーヒーなのかも悩み続けなきゃいけないし、ある意味驚きもなきゃいけないと思ってるし、それは努力しなきゃならないと思ってます。あと茨城発、全国、世界のコーヒーブランドへ向け、コーヒーの味には妥協しないという鈴木さん。今後も注目です。